どうも犬島です。2月22日に公開された映画アリータバトルエンジェルを見に行ったので、今回は思ったことを語る動画になっています。テーマは3つ。1つ目、原作との違い、結末に触れない程度でラフに語ります。2つ目、アリータの目についての考察。見た目が気持ち悪いという声 SNS でもよく見られたので、私なりの考察をしました。3つ目、そして世界観について思ったことを少しだけ語ります。以上この3つを語っていくんですが、その前に注意点です。僕の滞在している国は英語と現地語の字幕版の映画しか配信されていません。そんな国で仕事をしているくせに僕は英語も現地語もあまりうまくありません。ダサいですね。なんでセリフとかは間違って理解している可能性もあるので、あくまでも映像と物語の構成演出を重きに置いたレビュー動画になっています。まあ公開直後で見てない人も多いと思うので、そのぐらいのレビューの方が逆にいいのかなとも思っちゃいました。語る前にまずは簡単なあらすじ。知ってる方は退屈だと思うので、映画館を見に行った時に撮った動画をバックで流しておきます。舞台は遠い未来の話。ザレムという空中に浮かぶ都市と、その下で瓦礫と共に暮らす人々という階層がかなりはっきりした世界の物語です。そして下の階層に暮らす人々とその町が舞台になっています。ある日、脳みそだけが過労死で生きている少女が瓦礫の中から発見されます。サイバー医師の井戸は少女に機械の体を与えて蘇らせますが、少女には以前の記憶が一切ありませんでした。自分が何者なのか、わずかに残る戦いの記憶を頼りに、アリータと名付けられた少女は歩き始めます、といったところでしょうか。原作は岸呂由紀人先生が90年に連載を開始した漫画ガンムをベースにしていたこともあり、 SF 漫画好きからの注目度も高い映画でした。早速ですが、まずは原作との違いを簡単に語っていきます。まず主人公のアリータ、原作ではガリーという名前です。主人公の名前を変えるのはなかなか大胆だと思いましたが、もともとガリーとは井戸が飼っていたペットの名前が由来になっているので、人間らしい名前に変更しているのはまあ納得なところかなと思いました。ガリー元へアリータとそれを蘇らせた井戸が主要人物である部分は原作と一緒です。しかし少し関係性のニュアンスが違いました。原作のガリーと井戸の見た目は女子高生といとこのお兄さんといったところでしょうか。それか若めのおじさん、男女というより勉強を教えてくれるお兄さんのような気さくで主人公を応援してくれるような関係です。しかし映画では井戸の年齢は引き上げられており初老の男性でした。そして井戸とアリータは親子のような関係で描かれます。原作の主人公は記憶こそないにせよ生活のための一般常識は持っている印象でした。しかしアリータはそれすらなく、食べ物の味や見た光景全てに感動する赤子のような感性からスタートします。そして井戸という不正がそれを導くところから物語が始まります。なので幼く危うげなアリータを見守りながら物語が進むという、原作を見ていない人でも入り込みやすい構成になっていました。そしてそれは原作にない魅力でもありました。そして原作が好きな方なら気になるストーリーの再現度ですが、これが一番驚きました。漫画は9巻あるので、最初の1巻2巻半ぐらいの一区切りのエピソードかなと思っていたのですが、大雑把に言うと単行本の1から4巻まで、つまり半分近くのエピソードと登場人物を盛り込んでいました。ここだけ聞くとストーリーが破綻しないか心配な人もいると思います。単純に4巻までのお話を無理やり映画の尺に圧縮したわけではありませんでした。まず全く新しい、映画の尺としてはふさわしいオリジナルの筋書きがあります。そこに4巻までに登場する主要人物のエピソードやアクションの美味しいシーンをパズルのようにうまくはめ込んだ作りになっているのです。話がまとまっているので、原作を見ていない前提を知らない人でも楽しめるし、ガンムが大好きでこのシーンを映画で見たかったという人も大満足の内容になっています。作成陣が原作をしっかり読み込み、かつ娯楽映画として徹底して作っているという情熱を感じました。2つ目、アリータの目についての考察。アリータの目は異常に大きく、一目で作り物と分かります。不気味の谷に近いところがあって、正直初見では気持ち悪さを感じます。公開前のトレーラーでも賛否両論というか否定的な感想が多かったと思います。これはアリータの体が全て人工物であることを示しているとされていましたが、犬島はあまり納得していませんでした。そもそもあの世界観は人体改造をしているのが当たり前の世界、アリータのように全身機械の人間なんていくらでもいるのです。なぜアリータだけビジュアルを変えたのか、映画を見る前までは理解できませんでした。そして映画を見て分かったことがあります。原作ガンムの魅力の一つとして、主人公は孤高の存在です。脳みそ以外は全てを失い、しかも精神を支えるはずの記憶さえ持っていない存在なのです。だからこそ自分は何者かに悩み、あがく行為に説得力があります。アリータの目が不気味なのは、それを短い尺の中で表現するためだったのではと思っています。確かに人間から逸脱するほど体を改造するものは多く登場します。しかし記憶まで失い、自分が人間と断定できるものを何一つ持っていない存在は世界でアリータだけ。それが彼女が戦いに身を投じる説得力にもなるし、かっこよさにもなっているのです。
そういった意味で孤独なアウトサイダーのマークとして異様な見た目、あの不気味な目が必要だったのではと思います。人間たらしめるものを持っていない、だから見た目は他の人と違って冷たい、しかし魂や行動に熱いものを宿しているという原作の主人公の良さをうまく出していると思いました。最後に世界観についてちょっとネガティブなことを話します。ここまで語った通り映画としてはかなり面白く、原作を知ってる方知らない人にもおすすめできます。しかし世界観の描写に少し物足りないものがありました。原作のガンムにはただのサイバーパンクではなく、エキゾチックで危うげな世界観があり、それが生命の力強さを感じさせていると思ってました。しかしこの作品の舞台のディティールとかギミックは少しありきたりに感じてしまいました。やたら青白く光るデバイスとか、トランスフォーマーのような変形機構、メラメラ光る金属の肉体、犬島もそういう表現は嫌いじゃないんですが、原作のような個性は感じられませんでした。しかし今の時代の人に向けられて作られた作品という意味では仕方のないのかなとも同時に思っています。またエキゾチックな未来を描いた映画といえばフィフスエレメントというものがあります。またマットな未来だとトータルリコールとか、ガンムに似ている匂いの作品はハリウッドではすでに結構古臭い表現なのかもしれません。もっと言うとブレードランナーの焼き直しにもなりかねなかったのかもしれません。そう考えるとハリウッド映画という位置づけで言えば最新のトレンドで作るのがベターな回答なのかなと納得しました。ただ市街の雰囲気とかはオリジナリティがあって良かったです。以上が犬島のレビューになりました。気になる方はぜひ見てほしいと思ってます。また映画を見た方は感想をコメントしていただくと嬉しいです。あと今回ガンムの原作漫画についても書き語りで動画を出しているので、気になる方は合わせてチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。